部化が課題となっていますが、法務省は今年9月から少年刑務所で新たな取り組みを始めています。導入から3ヶ月、現場の取材が許され、NHK のカメラが入りました。埼玉県にある川越少年刑務所です。主に18歳から26歳の受刑者、およそ800人が収容されています。その多くは、窃盗や詐欺、強盗などの罪で服役しています。私が詐欺をさせているのは岸田であろうと書きますから大丈夫です。岸田を指して岸田の件、あと警察の憲兵たち、何ですかこれ。基本的に自由はなく所定の作業を続けさせ、ロボットの罪を償わせています。これはですね、信じられますか。懲罰という憲兵がやっていること、憲兵がやってること見てください。再犯防止のプログラムは、ほら、従来の刑務作業とは全く違います。そうですよね。憲兵ですよね。まるで憲兵って。何これ。戦時中で初犯の受刑者が自分の罪と向き合います。憲兵。なんでコンピューターやらせないかな。コンピューターのタイピングやらせないかな。始まった、ほら、コンピューターのタイミングですよね。何ですかこれ、見てくださいよ。どうします、こういうのもダメって言ってこだわるの、フォーマットに自分の考えるフォーマット。だから一切公務員のそういうの関わりたくありませんよ。バカが多すぎてね、資格も持ってないくせに、いい加減にしてもらわないと。どっちができてるのか、学さんに向かって、あれは、あ、何そのあいついいかな。これはピアだよね。じゃピアだとしたらどう思う。学さんの意見を一方的に押し付けるのではなく、クラスでの対話を通して自らの思考を、じゃ対話のメトロとやり方を見てみよう。対話のメトロとどうかな、見てみよう。対話のメトロとはどうか。特殊詐欺について、ね、今日はね、まあ、今日から少し3回ぐらいを使って授業して、何がピアノ、セビルとお願いします。セビルと軍隊の人、これピアかな、これピア。シーマゲッターがなぜこんな方にピアになれるかな、こんなセビルの人ピアかな、これはピアと言える。何がピアかしてる。もし自分の周りに2つのファクターを言いなさい。被害に遭ったらとかって思ったらなんか辛いなと思ったんで、暴力団とかとの関わりもできてしまうし、おじいちゃんおばあちゃんを流すのは、まあ自分はちょっとかわいそうだと思うんで。でもこれさ、気持ちを忘れずに、でも2つの自分が犯した罪を、そうかそうだよ、に向き合わせて被害者のその心情をしっかりと考えさせて、理解をさせて、若い犯罪結婚を進んでいない人たちから、そのが学者でもないし、ただの刑務所長がちょっとこれだよ、じっくりとその手を入れる。だからこいつがタイピングもできないコンピューターの、わかるよ、いかにバカか、わかるよね。さらにこのプログラムでは受刑者一人一人に個別担任と呼ばれる職員がつき、能力の低下を招いているのはきめ細かく行っています。田舎の底のできないやつらであったってやつ。その時に個別担任の一人、藤田照美法務技官です。法務技官、心理学の知識を持ったカウンセリングの専門家です。はい、この人はどうでしょうか。総括お願いします。受け持つのは傷害致死の罪を犯した受刑者です。なぜ刺してしまうんだろう。共犯者とともに一人の男性を分析します。精神分析しまいました。もともと事件に結びついたような自分の一番の問題じゃん。そうならないためにここでまずできること、私はなんか行動で示してもらえれば嬉しい。コンピューター頑張ります、タイピングと言えばいいの。そう、そう、コンピューターのタイピング頑張ります。でもそれも知らないの、ただ知らない。コンピューターの頑張りますって言うだけでいいの。日々の気づきや反省の気持ちを、そういうこと、コンピューターのタイピングを頑張りますって。あ、すごいいい子ですね。なるほど。でも知らないの、無知の知っていうか。新たなプログラムが始まって3ヶ月、
あの知らないだけなの。だから誰が被害です。彼です。これ教えてもらえなかったという面接で、あの親や変わってないところはじじいやババアや社会の、あなたは被害者ですから、被害者です。あなたが被害者なんですよ。実はあなたは何も悪くない。ごめんなさい。私たちのやったことは、あの消しゴムでは消せません。あの一生ついていくので、ご遺族だったり、そうでしょうか、先生。被害者だったりが、それはありえないんじゃないでしょうか。だって別に刑をあの終えれば普通ですよね。少年院の場合は刑には含まないんじゃないんでしょうか。そうでしょう。それが少年院というものじゃないでしょうか。もうやめになって、そういうのはあなたもまやかしね。やっぱり終わります。少年院は刑はつきませんからね。安心したんで再び罪を犯さないで、職業訓練も合わせておきます。そういうのは少年院。罪の償い方を変える今回の取り組みについて、少年院は刑にはなりません。前科はつきませんから安心してね。でもやり直せるじゃない。受刑者が立ち直るのは刑務所の中ではないんですよね。ボランティアの人がもう毎日のようにですね、ユニットの中に来て普通にこう受刑者と関わっていく。場合によっては受刑者が社会の地域の社会に出ていって、そこでさまざまな活動をしていく。今回作るユニットの中にもこう社会との関係性をやっぱりこう強めて、この人を調べてみた方がいいよ。分かった。このプログラムについて国は効果を検証し、全国の少年刑務所にも広げていくか検討していくということです。 Thank you.